古川聡宇宙飛行士が研究の実施責任者を務めた実験でデータの捏造や改ざんがあった問題で、古川宇宙飛行士が記者会見を開き謝罪しました。この度は私が研究実施責任者を務めました閉鎖研究における不適切な研究行為およびマネジメントにより国民の皆様にの信頼を損ねてしまったことについてお詫び申し上げます。この問題は JAXA が2016年から2017年にかけて行った閉鎖環境で人体にかかるストレスを調べる実験で、研究チーム所属の研究者がデータの書き換えなどを行っていたものです。研究の実施責任者は古川宇宙飛行士が務めていました。古川宇宙飛行士はデータを直接扱う立場ではありませんでしたが、 JAXA は監督責任があると判断して戒告の懲戒処分としました。また山川博史理事長らに厳重注意するなど役員3人に対しても処分を行っています。